今どこに向かってるかというとですね、唐揚げ屋さんですよ。あの鳥丸っていうね、このお店なんですけど、このお店がねすごくお得で、美味しいので、今日の酒のつまみをここで手に入れて帰ろうと思ってここにお伺いしました。前はこれ船からだったんだけど、いつの間にか鳥丸っていう名前になっちゃったんですね。まあ美味しいのでね、名前が変わっても通い続けてるわけなんですが、美味しくてしかも安いんですよね。はい、無事ゲットしました。ということでこれを持って帰って家でいっぱいやろうと思います。それにしても国民民主党の玉木さんはね、やらかしましたよね。まあ、僕、人の、ね、あの浮気だの不倫だのっていう話は、まあ、正直どうでもいいと思ってて、まあ、それ自体は犯罪でも何でもないので、重婚は犯罪だけど不倫とか浮気とか別に犯罪じゃないんでね、当人同士の問題じゃないですか。だから、まあ、それはどうでもいいと思ってるんですけど、ただ、ね、一部の人にはこれものすごく大問題として捉えられがち、まあ、一部っていうかね、まあ、既婚女性が主な話なんですけど、そのいわゆる既婚女性、鬼女ね、あの人たち、その人の振りに対してものすごく手厳しいじゃないですか。ね、あの芸能人同士の不倫問題もそうなんですけど、その手の話になるとものすごくヒートアップしますよね。どうでもいいことなのに、他人のね、あの家庭の事情なんかどうでもいいことなのに、まあ、あれっていうのは、まあ、いずれこう自分に、ね、自分の身に降りかからないとも限らないというね、そういう、なんか危機感みたいなものをそうさせるんですかね。だから不倫絶対悪みたいなね、まあ、別に肯定はしないけど、で本当に他人のことなんかどうでもいいじゃんと思うんですよね。で、まあ、その玉木さんがやらかしたということで、まあ、正直、まあ、本人も言ってたけど浮かれてたんですよね。あのまさかね、あそこまで大躍進するとは、まあ、本人たちも思ってなかったってことなんでしょうね。で、まあ、あまりにもね浮かれすぎちゃって、で若い姉ちゃんに手出したってことなんですけど、あれもしかすると、ね、自民党が繰り出したハニートラップの可能性もありますよね。相手はなんか元グラドルとかって話なんですけど、あれ別に、まあ、写真とかもなんかネットでアップされてたけど、別にこの人と浮気したいと思わないなっていうレベルなんですよね。まあすごいなんか肯定的というか、その女性に対してあこれだったら我慢できないよとかっていう人もいたけど、そうかって感じですね。名前も売れてないようなね、元グラドルとはいえさ、その名前も聞いたことないような、グラドルがね、はっきり言って一般人とは変わんねえよって話ですわ。だからあれを、まあ、ハニートラップ要因として囲っておくということは可能なんだろうなって、僕なんかはねうがった見方をするんでそういうふうに思っちゃうんですけど、だからまあそうであるにせよないにせよね、ちょっと脇が甘すぎるよねって話ですよ、玉木さん。まあ少なくともね、一つの党の党首になったっていう時点でね、そこら辺どういうふうに、いろんな罠が待ち受けてるかわかんないし、浮気なんかしたら絶対今の時代バレるじゃないですか、ね、有名人であればあるほど、顔がね知れ渡れば渡るほど、そういうものっていうのはバレる可能性が高くなるので、今の時代ね、もうそうジャーナリスト時代ですよ。みんな常にこうカメラを持って歩いてるっていう状態なので、それはちょっとでもね名前が知れた人だったら撮影されるっていう、そういうリスクがあるなっていうことは、まあ、考えていなきゃいけないと思うんですよ。だから女性問題に限らずね、他の問題でも、まあ、それこそ車とかバイクのね交通違反程度のことでもやり玉に挙げられるわけなので、まあ、本当に気をつける必要があるわけです、私生活でね。
だから今度の選挙のことをうんぬんというんじゃなくて、もう党首になった時点でというかですね、国会議員になった時点で本当だったら、まあ、そういったことはあっちゃいけないっていうね、その私生活の乱れみたいなもの、要は隙を作らないってことですよ、うん、一部の隙も作らずに生活をしなきゃいけないっていう、厳しいなあそれはって思うかもしれないけど、それができないんだったら国会議員になるべきとかないってことですよ。昔みたいにそこら辺おおらかだった時代はね、ある程度甘々で、うん、やり過ごすことができたんだけど、今はそこら辺ね必ずバレるので、うん、悪事は必ずバレると思った方がいいですよ。まあ、昔っていうか、まあ今の感覚でも、まあ、悪事と言えるほどの悪事でもない話なんだけど、まあ、それでもね、もうその隙を突きたい人たちっていうのはいっぱいいるわけで、で特に今回ほら自民党がね大負けしたじゃないですか。あれなんとかしてね、だから野党の第2党第3党を、うん、上げ足取ってね追い落とそうと、うん、そうしたらマイナス材料はないに越したことはないということです。これはですね、政治家っていうことに限った話じゃなくてね、芸能人とかインフルエンサーの方々もそうなんだけど、やっぱりどこで誰の目があるかわからないので、私生活もね相当気を配って生きていく必要があるなというふうに思うわけなんですよ、うん。まあ、YouTuber もそうですよ。まあ、僕みたいな都市空間の YouTuber はあんまり関係ないんですけど、まあ、それこそ登録者がね1万人とか10万人とかっていうね、インフルエンサークラスの人になってきたら、それはもう私生活からして気をつけなきゃいけないということでね。だから登録者が増えるということは、まあある意味いいこと嬉しいことでもあるんだけど、どん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 生活が窮屈になっていくぞということでもあるわけですよね。だから僕あんまり、まあ、前々からその話はしてるけど、あんまり登録者いらないんですよね。おっさんがただだべってるだけのね、もうだからそれもさ、あんまりにも登録者が増えてくると言いたいことも言えなくなるんですよ。だって僕結構間違ったことも言うんですよね。偏見に基づいて間違ったことを結構言うわけですよ、うん、全てこう正しい、自分が正しいとは思ってなくて、だってこれ僕ストレス解消のためにやってるわけだから、ボケ防止とねストレス解消のためにやってるわけなんで、それはさ愚痴、偏見に満ちた愚痴ぐらい言うよ、うん。だけどそれをいちいち上げ足取られたりとか、なんかね突っ込まれる可能性っていうのがインフルエンサークラスになればなるほど出てくるわけでしょ。それはちょっと窮屈だなって話ですね。それで僕の場合は断るごとに登録解除してくださいっていうことをね言ってるんだけど、まあ、それでもなかなかね登録者減ってくれないんですが、でもお前の話聞きたいんだよっていう人も、まあ、そういう奇特な人もいると思うんですよ、うん。まあ、そういう人のためにちょっとおすすめするのはね、登録しなくても再生リストを作ってください。で再生リストを作るとその人のチャンネルいちいちねこう探さなくてもその人のチャンネルって容易に見つけられるじゃないですか、うん。だから、まあ、新着って僕の場合は週に2本ぐらいアップしてるので、まあ大体週に2回ぐらい前半と週の後半に除けば、まあ何らかの動画がアップされてるよっていう感じなので、うん、そしたらまあ登録しなくてもまあ見れますよと、定期的にね、うん、っていうことですわ。そうでよくね、人気動画みたいなまとめ方した再生リストをチャンネルのトップに上げてる人がいるんですよね。まあ、あれっていうのはやっぱり再生回数が多いものが並ぶと見栄えがいいんでそうしてるんでしょうけど、まあ、そうするとそれでなんかこう新着の動画の方をむしろ下の方にしてる人いるんですよね。だからむしろ新着の動画を見せないとダメなんじゃないかって僕は思うんですけどね、うん。で僕の場合はその人気動画じゃなくって不人気動画っていうのを再生リストで作って、それ一番最初の方に
出てくるような感じしてるんですよね、あえて、うん、それは何でかというと、まあ、自分でもねその見たいんですよ、見たいというのはそのなんでこの動画は再生されないんだろうっていうことのね反省のために見たいんですよ、うん、そう、僕はあのチャンネル登録は別にしてくれなくていいんだけど、まあ、作った動画は可能であれば見てほしいなと思ってて、まあ、見てもらうためにアップしてるっていうのもあるからね、うん、で、まあ、大体、一動画あたり100再生ぐらいを目指してるというか、まあ、そんなもんだろうと思ってアップしてるんですが、その100に全然届かない動画とかも結構あって、でそれはなんでだろうなっていうことの、まあ、判断材料にするために、うん、アップしてるわけですわ。それでね、よくこうすれば動画が回るみたいなことを、やってるチャンネルとかもあるじゃないですか、うん、で、まあ、そういうアドバイスもいただくんですよね、コメントでね、こうしたら動画伸びるんじゃないですかというアドバイスをもらうんですけど、ただそれをやったところでね、まあ、人それぞれ、そのチャンネルそれぞれなので、うん、その回らない理由とか回る理由っていうのは、だからあんま意味ないんですよ。でそれが証拠にあのお前喋るから動画回んないんだよって言うから、黙ってる動画とかもアップしたりしたんですよ。でなんなら走ってる走行動画にただ BGM を流すだけみたいな動画もやったりしたんですよ。だけど回らないですからね。だから結局そういうものっていうのは法則性がないんですよ。そのチャンネルの中の法則はあるかもしれないけど、うん、他のチャンネルになったらそれはもう視聴者層が違うので、必ずしもその法則通りに行くとは限らないということなんですよね。でそのまあ喋らない動画が回るっていう人もいるし、いや喋らないと見る気にならないよっていう人もいるし、まあ僕なんかその後者ですね。音楽と文字と映像だけのチャンネルって結構あるんですけど、まあ、それを見ようと思って見てるときはいいんですけど、そうじゃなくてこう作業時間にこう作業時間とか、まあ、パソコンとかで作業してて、でその BGM 的に、うん、聞き流すというかラジオ的に見てるっていう動画も多いので、というか大半それなんですよね僕。だから喋ってないと何をやってるかわからないっていう状況になっちゃうんで、あと喋っててもやたら BGM が大きくて何言ってるか聞こえないっていう動画も結構あるよね。これ何がしたいんだろうっていうような動画結構あって、そういうのは、まあ、だんだん見なくなっちゃうよね結局のところ。なんでか知らないけど、あの YouTube ってそのチャンネルのね、まあ、登録すること自体はいいんだけど、そのカテゴリー分けみたいな項目ないんですよね、フォルダ分けというか。だからバイク系 YouTuber ならバイク系 YouTuber で、でなんか、ね、アウトドア系ならアウトドア系で、まとめたいんですよチャンネルを、うん、あの登録チャンネルを。だけど雑多にこう並んじゃうから見づらくてしょうがないじゃないですか、まあ、そうするとある程度、まあ、これこの人はあんまり更新しないなっていうのはもう整理していかざるを得ないじゃないですか、うん、だからそういう感じでどん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 ね、そのチャンネルを減らしていくという感じになっちゃうんだけど、ただそうすると、まあ、たまにそれでもその人が更新したりとか、あやっぱりあれ見たいなと思った時に、ね、過去動画とか見たいなと思った時にまた検索かけて探すのがめんどくさいじゃないですか。だからそこで再生リストを利用するわけですよね。だからチャンネル登録するほどじゃないなっていうチャンネルに関しては再生リストに入れて、まあ、たまに覗く程度にするという使い分けですね。だからまあ僕のチャンネルなんかもね、まあ、そうしていただけるといいかなと。あんまり増えすぎると、まあ、どんどん生活が窮屈になっていってしまうので、まあ、今ぐらい、まあ、今でも多いぐらいだけどね、まあ、ぐらいでまあキープしていけたらなっていう感じです。そういうわけでね、僕のような雑談系の YouTuber のチャンネルなんかね、チャンネル登録せずに見ることは全然できるので、うん、まあどんどん解除していただいて、で再生リストを活用して、で今後もね視聴だけしていただければありがたいなと思っている次第でございますというお話でした。ではまた。